六行、武将。右大臣、北畠秋義の次男。父から伊勢国史を継ぎ、南朝方として、多岐を拠点に活躍したが、南北朝合一後は、室町幕府に基準した。南方記念によれば、天寿二年、永は二年に、県中納言、伊勢国史に任じられたと伝えるが、コア文書にある文中二年九月八日付の御教書者が、 県体の発給にかかるものとすると、当時すでに国史を継いでいった可能性も否定できない。やがて二に、県大納言に至り、右この絵大将を兼任する。元中六年、皇王元年三月、北伊勢に進出し、武家方の一式戦犯、二期道ながらと交戦。この年には、山と宇田軍を攻略したというが、先の元中四年、家京元年に、 同軍室宇宙スの間で起きたイランに関して、県体が、その朝廷に介入していることから、道軍は、元来北畑氏の勢力圏にあったと考えられよう。現中9年、明徳3年の南北朝合一の際に講和を、受諾した形跡はなく、幕府に対して抵抗を続けたと見られ、翌明徳4年1月に、伊勢鈴鹿軍で、時安政と交戦して、これを破った。 しかし、間もなく、幕府からの懐中策で給料を安堵されると、一転して幕府に基準する姿勢を表明。同年9月に、伊勢三宮都市の将軍、足利義光を招園し、長男近義が返記を賜って、万安氏と改名した。大栄元年11月、上落して転送、広橋中光を訪問しているが、中光を介して何か幕府に帰するところがあったらしい。 この後出権を果たしたことにより、幕府から伊勢国史の称号と合わせて、伊勢南半国の巡航権を承認され、実質的に仕事同格の検問として位置づけられた。同6年11月の応英の乱に際しては、三百余期を引いて、泉境浦に出陣して、山名時博と共に、大内義博軍と戦い、この時万康氏が討ち死にしている。また、 重心株都市に伝承した言い伝えでは、この時、株と孫太郎を中華に命じて、南朝最後の大将、楠木正勝とその息子の正明、正西行兄弟イラク等を幕府の兵に変装させて、木内から救ったとされ、その後、正明は伊勢楠木氏の祖として、北畠家に仕えている。乱母は義光から軍港を称されて、伊賀半国と大海甲賀群を賜ったという。 同9年10月に没死したとする南方記念の説は誤りだが、国史の発給した古教書の変遷から考えると、この年前後に次男三政へ家督を譲った可能性が高い。同13年12月、上落して吉光に越見。その後しばしば上落して、浦松重光や山品京子と京京を訪問しているが、これは、 幕府との関係を円滑に維持するための交渉であろう。特に同19年6月に柴吉則の館を訪問した際は茂光も同席しており、県大側が時代の皇位継承につき何らかの条件を提示して交渉を行ったと思われる。ところが、同年8月に自明院党の御日と新王が戦争。県体はそれを見届けるかのごとく、翌月伊勢に下校した。 その後の消息は不明であり、死没を伝える資料もない。しかし、苦行部人には、養子の木造くりとしやすが、欧二21年7月30日に、養父のもを得えて、また任したと見えており、この、養父は、県隊のことと解されよう。副会は、数ヶ月に及ぶのが通例であるから、県隊はこの年の前半に降居したのではないかと思われる。ありがとうございます。